3月11日の時はですか、あのどこへいらして、自宅 の、 あの事務所のようになっていたログハウスの中にいたんです。でご自宅は富岡。そうです、第一原発6基あるんですよね、うん、でそこと第二原発、そこから10キロぐらい離れていまして、ここに4基ですね。そこのちょうど中間よりもちょっと第二原発寄りの方にあのいるわけです。ですから原発挟まれているような状況 で、うん、で富岡町というのは1万6000人ということで、まあ、原発に、従事している家庭が、まあ、私の推計では4軒に1軒ぐらいの本当に原発に依存した城下町と、もう何の前触れもなく、要するに前触れっていうのは地鳴りとかですね、ゴーっていうのが今までの地震ですと感じられたんですけども、そういう前触れが一切なく、ダダダダーッとあの激しい揺れですね。で短周期振動だったんですよね。でストーブを消して、それでまあまあこれでもかこれでもかと続いて、私はもう5、6分続いたような感じしたんですけども、実際は3分間だったらしいですね。それでまあログハウス自体はこう積み上げて、まあ、木を積み上げてますから、それでまあ、 あのただこのぐらい大きな1枚ガラスが2枚入ってるもんですから、このガラスが落ちるんじゃないかっていうのを常にこう心配しながら、比較的まあ冷静にあの見てました。でこれ大丈夫だなと思って母屋の方を見ましたら、母屋はあの、瓦一番上、あの上の櫛っていうんですけども、一番上の櫛が落ちてたと。そのぐらいの被害だった。ただ原発がやばいっていうのがすぐやっぱ頭に浮かびましたね。それ何か言ったら、前からまあ、少し研究、まあ、したり文献読んでましたんで、原発というのは短周期地震動に弱いというふうに、思ってましたんで、とっさに、まあ、原発はやばいなというふうに思いましたね。それで翌日になって、それでそこから避難を始めました、はい、そうですね。それからどちらへ、川内村に避難するということだったので、私はもう少しここで避難の状況とかですね、それから、まあ、どういうふうに皆さんが動くのかということを少し知りたいなと思って、まあ、最後までギリギリまで行ってみようということで、ただ風向、気候条件は気になりましたので、一年の気候の風向きについては意識しながら行きました。それで子どもたちと孫はですね、すぐ川内に避難させまして、で私は、まあ、あのラジオを聞きながら残り続けるということですね。ですから1号機の水素爆発はドーンという音が聞いてます。あ、そうですか、うん、これでご自宅を離れられたのは18時ごろですね、うん、で暗くなり始めた頃です、うん、その時避難指示が出てからかれこれ10時間以上だったなと思いますね。ああ、でその時にはもう町全体はもうゴーストなんで、うん、不気味っていう以外なかったですね、うん、原発から迂回するような形で、うん、川内村に行きました、うん、それで川内村で3号機の爆発も聞いてるんですよね。あ、音、うん、音、かあ、音が聞こえるんですか。聞こえました。それで、ああまたかっていう思いとですね、で、まあ、これはもしかしたら帰れないなというのは実感しましたね、うん、それでもうこれ集中立地しているところで次々と爆発が起きると、うん、最悪の状態に進んでるなっていうのは実感しましたね。要するに12、13、14、15、うん、この段階で最初のスピーデーで、北西の方向に、放射能が流れて、
それで浪江町の北西部ですね、あの対馬、うん、それからあれですね、伊達郡、それから飯舘、うん、それから南相馬、うん、それで、川俣町ですね、うん、あそこに、まあ、濃密な保証が降り注いでいたわけですよね。そうですね。でそれが今度は、まあ、奥羽山脈に突き当たって、うん、まあ、南に流れると、そして、まあ、首都圏まで行くっていうですね、うん、彼ら国 の、 あの避難訓練というのは、そして予想というのは、同心円に広がるということしか想定してないわけですよね。でそれはチェルノブイリの教訓は全く生かしないわけですよね。マダラ状に火事の方向によって、まあ、気候条件、さらには、まあ、あの地形によって、まあ、異なるというのは全く生かしないわけですよね。それで私のところには、まあ、近くにオフサイトセンターがあってもですね、これもあの電源が落ちちゃって、本当は副知事がヘリコプターで来て、それで、まあ、周辺のね、知事隊の防災担当者と、それから、まあ、トップと、それから、まあ、原子力安全保安官ですね、うん、この人たちで、まあ、さまざまな避難とかするっていうことになってたんですけどね、全然全く機能しないで、むしろ逆に福島の県庁の方に逃げていくという。だから、まあ、私が言わせると、やっぱ国家の犯罪に等しいというふうに思ってますね。これ後で聞いた話なんで、大熊町の役場の担当者も言ってましたけども、避難するように国から指示されたわけではないって言うんですよね。要するに警察官でこんなことしないとっていうふうに言われて、それに指示したというふうに言ってましたよね。だからほとんど国事業者はやっぱり役に立たなかったっていうことだと思うんですね。だから後でその14日の日に、あの東京電力は大事件、もう我々も逃げるというふうに内閣に言って、とんでもない話だというふうに言われたっていうことで、まあそういう会社なんですよね。一労働者として40年間渡り合ってきて、この会社は何がやるのっていうのはやっぱ実感としてありましたね。それがまあ現実になっちゃったっていう、そういうまあ悔しさ、それから虚しさ、まあ怒りっていうんですかね、そういうものがまあ悩まずになったまあのがやっぱ初期の頃の思いだったですね。地元の人たちの、まあ当時の反応といいますか、どんな感じだった？要するにその現実なのか、うん、それからその現実の問題として、まあ、捉えきれないっていうのがやっぱ実感だったんじゃないでしょうかね、うん、原発は安全だっていうふうに思ってる人はほら、まあ、ゼロに等しいわけですね、限りなく、うん、みんな危険だと思ってる。しかしこの危険だっていうことと事故が起きた時のその恐怖っていうのは、その重ならないんですよね。だから住民の率直な思いとしては、まあ逃げろっちゃいだから逃げだ、目にも見えない、匂いもしない、触ってもわからないだけに恐怖感っていうものは湧いてこないと。しかしそのなんていうかね、これは大変なことになったなっていう、そういう感じじゃないですかね、うん、ただほとんどの人たちが 2,3 日で帰れるっていうふうに思ったって、うん、これはね 99% が 2,3 日帰れるってことで、私たちの近くに要するに原発反対運動していた人たちの中でも 2,3 日で帰れるって思ったって、うん、だから住民の意識っていうのはそうだったんじゃないですかね、うん、そのくらいの、まあ、知識しか与えられ、まあ、あの情報しかなかったってこと。高校出られて郵便局にすぐ入られたんですか。そうすると最初はどちらの方に配属？秋田県の今の横手市の小さな郵便局です、うん、はい、それであれですか、福島にはあれですか、なんかどういう経緯で
鉄筋キューブ郵便局に入りますと、あれなんですよ、研修って仙台で研修があるんです。で家内も富岡郵便局に勤めてまして、それで一緒になったんです、研修ね。それで遠距離恋愛ですかということで、それで一人娘だったんですよね。私は急に兄弟なもんですから来てくれということで、富岡の人間になったのが1964年のオリンピックの年なんです。でその時は、ほとんど原発立地は下順、土地も買収もあらかた済んでましてですね、で、もう誘致決議が1960年だって言ってますから、大熊町、私はそれ分からなかったですもんね。だからほとんど決まってる状況で、で、そうです。で、そうこうしてるうちに双葉の町長になった岩本さんに会いまして、石丸君、核と人間は共存できないぞっていう言葉が非常に印象に残りましたね。それで手伝うようになったんです。青年会運動ずっとやってきた人で、それから要するに、核、要するに原爆の怖さを二度と繰り返してはならないという考え方で、核、要するに放射能ですね、放射能の存在に対する思いっていうのがあったんじゃないですかね。だからそういうふうに熱っぽく語ってましたね。双葉地方の反対同盟ってのは70年代入ってからですね。そうです、形になるの。それ以前は組織は、1971年に原発が、第一原発が稼働したんですよ ね。で、それの反省から、そういうものを許してしまったっていう反省、そして原発というのはものすごい莫大な危険を内包しているので、今後さまざまな問題が起きるはずだと、したがってそれに対する反対運動、そしてその増設をさせない、運動をしていこうという趣旨で1971年に結成されましたけども、その前は社会党として反対運動するという形でね。ですから全国的な方針はないけれども、地区でそういう運動がね、あるならやっていいよということだったんじゃないでしょうかね。よくわからなかったんですけど。私たちの運動っていうのは原発が作られたっていう、どうでしたか、かなり早い段階でしたから、その市民運動としてのその下地っていうのはゼロに等しかったんです。ですから社会と、それからその共同組織っていうんですけども、全日本農民組合連合会っていうんですか、それから社会主義青年同盟、それから地方労働、双葉地方労働組合協議会、地区の、そうです、要するに労働運動とその地域の活動っていうのは一体のものとして運動すると思う、総評の路線ですね。そういう路線の延長線上に原発反対運動もあったわけです。ですから71年まではそういう形で、私も社政労ということで運動してきた。それ労働組合関係っていうと、やっぱあれですか、その前提だとか前電通、どんなところですか。そうです、双葉っていうとそんなに大きな企業とかないですね。参考者5元用韓国もそうですね、昔の参考者5元用で結構いましたから、だから活発にやってたんですよ。そうですか、そうすると国労とか、そうです、自治体の国、自治労はあんまりあれだった、自治労はちょっとね、やっぱり引いてましたね、やっぱり自分たちが推進の行政組織だっていうことで、ただゼロではなかったんですけどね。地権者とか農民との関係では、は県外地区原発反対規制同盟区というところとの関係はありましたけど、岩本さんは学習会とかそういうのを手伝ってたね。で、私もそれに同じ町ですから、それに手伝って一緒に勉強会とかそういうのにやったんです。それでこれもうバタバタっと潰されたんですよね。
まあ、木村森江っていう知事がね、いわき市の四ツ倉出身なんですけど、だから人脈も相当ありましたから、だから、まあ、深く静かに先行していって、一夜にしてドーンとひっくり返るという劇的な感じで反対運動は潰されましたね。でその後に私たちは、まあ、反対署名運動なんてやりましたけども、これもまあ町全体がね、原発誘致というで発展をするさせるぞというでしたから、まあ、始まらなかったですね。でもそれでも当時山本さん県議になんとか当選されて、そうです、政治的には少し70年代前半はちょっと前に進んだ。そうですね。それで あの当時からね、それに1971年の運転開始からもう軒柄故障だったんですよね、原発っていうのは。それでよく抗議なんて伊沢さんで言ったんですよね。それでまず71年ね、もうすでにスクラムが1回あった、そしてピンホールがもうすでに8本が出るっていうような状況があったんですね。まあ、ちょっと記録ひも解いてみると、1972年2年目に入ってスクラムが5回ですもん、緊急停止が5倍もあって、そしてピンホールが19本、そして1974年になりますと暴力払拭あれが出てきてるわけです。だから原発が実質的に動いて4年目ですよね。まもなく原発はやばいっていうのは1974、5年の頃から聞こえましたよね、出てきました。だからあの当時の、まあ、最近だって明らかになったんですけども、やっぱり東電は隠しに隠し通してきたけれども、もうこんなものかと、こんなにすごいものかっていうふうに思ってたんじゃないでしょうね、東京電力財務。だからまさに実験炉を掴まされて、そしてそれがアメリカとしてはまあ狙いだったんでしょうね。1号機、2号機、3号機あたりまでそうですよね。だからしかしそういう問題点っていうのは、まああまり外にはね、新聞ももちろんわからないし、ただ1974年になるとあれですよね、松葉から当時から要するに大学の先生に松葉を取って依頼したりして、で その頃からも松葉から出ましたし、それから北京外からも出ましたからね。だからもうすでにすごい放射能の放出があったっていうことですよね。71年の原発反対同盟を作った意義はやっぱ相当大きかったんですよね。で72、73 のヒアリング、国会ヒアリング組織当初ですよ。それから74年、75年というのは労働運動もピークに達して、それと連動するようにして運動が広がっていったと。それで、田無尾原発反対同盟の増倉さんね、あの人も依頼してて、それでまあ3つの条件、多党とは共闘しないと、それから土地売らないと、3つ目も一つなんだかあったんですよね。で、しかし私たちの勉強会とか、それから私たちが行くことについては拒まなかったんですね。増倉さんも来て勉強しているという人 でそういう意味で、田無尾原発反対同盟と私たちの運動とはやっぱりそういう意味では原発の動き始めた頃っていうのは、それなりの、いわゆる山本さんは74年に労働者被爆問題で追及してますから、県議会でね。しかしやっぱり国と電力も必死でね、やっぱり運転を軌道に乗せようっていうことで、やっぱ必死だったと思いますね。だから、ただ原発問題っていうのは東京電力との交渉っていうのは
その段階から会ってましたけども、勝負にならないんですよね。要するに原発問題って私は入れないでしょ。そして相手方の情報がもう全てですから、そして新聞報道は少ないわけですよね。そうしますと交渉にならないんですよね。やっぱり辛いんですよね、これね。しかし時の経過とともに、あの要するに労働者の証言を大事にするようになりますと、だん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 喧嘩になってくるんですよね。でそれやっぱあとは国会議員が大きな事故の時には国会議員が来て交渉やりましたから、そういう意味でもだん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 、まあ、勝負になるようにはなってきましたけどね。町はその急激に変貌を遂げるわけですよね。それで今まで本当に貧しかった地域が、まあ、月木屋さんがバンバンできる、飲み屋さんもバンバンできる、そしてそのガソリンスタンドの社長なんかはね、これあの原発商社のトップですよね。あとは旅館業、そしてあれですね、運送業、それから弁当屋さん、こういうのはやっぱり原発商社が排出するような形になった。そして出稼ぎもない、それ誰もが、まあ、その現金収入を得ることができるということになりますと、その町全体がね、活況を呈するわけですから、とそこでやっぱり、原発反対の例えばデモ行進デモをするにしても、なかなか人が集まらなくなってくるんですよね。それから勉強会にするにしても、だからちょうど運動っていうのはあの重いその荷物を積んで、坂道をブレーキの効いたあの自転車でこう漕いでいくような感じなんですよね。やっぱり重かったですね。それがざーっとこの40年間の実感ですね。やっぱり一番、衝撃的だったのはその1979年だったんです。スリマイルド原発事故のですね、はい、で3月でしたよね。でちょうどその時山本さんが 3回目の挑戦だったんで、神風が吹いたっていう話だったんです。4月の投票で、まあ、これ私たち言ったわけじゃなくてそのマスコミだったんでしょうかね。それとも推薦があるのが、まあ、いや、まあ、山本の選挙神風が吹いたと、そのくらいその衝撃的だったんですよね。ところがビタ負けしたんですよ。でやっぱりあの原発、日本の、まあ、これ国民性なのか、また原発集中地帯の、まあ、特徴なのか、その原子力政策はその選挙争点に なった試しがないんですよね、うん、でこれはまあもちろんあの多くは原子力安全委員会や原子力委員会が一元的に、まあ、総理府が管理してて、まあ、国の国会の、ね、承認いなくても進めることが決定進めるということができる、まあ、得意性もあるでしょうけども、まあ、ほとんどあらゆる場合にあの選挙の争点にはならないと。そして、まあ、原発のマネーを享受することによってそのもう引き返せないという思いが住民の中にやっぱりどん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 進行していくっていうことですよね。毎日煙突を見せると、あの排気筒を見せると、それがあの当たり前の風景なんですよね。それで基本的に勉強してないと、あの原発のその建屋の中に1年間で1000発分の広島型原発1000発分の放射能が内包してるんだなんていうことはほとんどわからないわけですよね。で原発7年の恩恵だけが前面に出てくると。原発実機とあれですよ、原発実機と火力5機でトータルでいうと3兆円ものやっぱりプラント建設ですからね。これに電源散布工期が40年で、私の資産には4000億円ですよ。7万6000の人口に。おそれ、これは急激な、だから飲み屋の旦那に、
一番機嫌の芸術だったって言うと、そうだな、富岡で言えば1980年前後かなと、こんなに儲けていいものなべかなって怖くなるくらいだったって言います。その言葉で代表されますもんね。だからもう後押しされができないと、要するに麻薬で、まあ、全体がまあいい気持ちでいるという状況だったですね。山本さん自身もやっぱりあの選挙を通じてこういうこの運動をしたんでは政治的な思いを達成することができないなというふうに思ったと思うんですよね。その1979年の選挙以降、あの原発反対運動からも社民党の運動からも遠ざかるという形になったんです。娘さんが東京電力出身の人と結婚する？いや、そんなそれを言う人もいるんですけども、うんうん、まあ、そんなチャチな男ではないですよね。うん、それはあんまり関係ないです。関係ないです。全く関係ないですね。私は政治的思いをこの79年、要するにスリーマイルと原発事故の翌月の選挙でビラまきしたと。それでやっぱり政治的感のある人ですから、これではもうとてもあの、まあ、政治的な、ね、思いを遂げるわけに遂げられないなというふうに悟って身を引き入れたということだと思います。あの1971年からまずその想定外だ、まずその汚染、放射能汚染がこれほど凄まじいものなのかっていうのは私たちも分からなかったし、東京電力時代、国時代も分からなかったと思うんですよね。そして労働者ももちろん分からない。で、その原発上の化学の水を集めたって言われちゃうわけです。ところが長さ入ってみると、その何かっていうと、その自動車 の、 そのエンジンルームに入ったアリンコのようなもんだというのが労働者の実感なんですよ。ビル代行って言ったんですけども、今の原子力代行ですよね。ここの会社が、あの特に農業をやってる人、それから出稼ぎ、今まで従来出稼ぎに行った人たちがもうどんどん、隣近所 の、 あのちょっと気の利いた親父が、要するに妊婦、要するにあの労働者派遣業に変わる、妊婦出しをやる、妊婦出しをやる、そして朝にその水すがら、通勤途中の水すがら、あの労働者を車トランクに、あのワゴン車に入れて、そしてあの何台ももうあの大事件物が入っていくわけですね。でこの人たちはほとんど技術も何もなくてもできるっていうのは、それは掃除婦なんですよ。要するに這いつくばって、そのね、あの除染作業、それからあの高圧の水で洗浄すると、それからグラインダーで錆を取る、こういう仕事なんですよ。まあ、大体3台業務だよね。そうするとね、まずそ の、 あのそして母性の十分教育が十分じゃないでしょ。だからアラームメーターとそのフィルムバッジと、まあ、三種の神器って言って今大事だったら、それ持っていくでしょ。で全面マスクしても苦しいわけでしょ。だからね、暑いでしょ。それ取っちゃうわけですよ。そしてこの暑いからこう、あの見えないと、そのノルマかけられてるから、農民の人たちは理事主義だから、それ外してもノルマを達成しようとするわけ。どうしてもタンを出せば真っ黒なタンが出てきたらっていう状況で、まず肺が、それから、まあ、肺炎が一番多かったですね、やっぱりね。それからどうその骨髄関係の病気、血液の病気、わけのわからない病気がつくのがもう急激に増加したんですよね。それで原発はやばいというブースがバーッと広がった。しかし、何年頃か、それは74年頃からですね。で、私たちもその頃から、私たちの場合は78年頃から、あの阪南中央病院の村田先生の協力を得て、
福島原発被ばく労働者の実態という実態調査が入った。で、私たちは名簿なんにもないんで、その芋づる式に行くしかなかったんです。で、知ってる人を紹介してくれという形で全国300人歩いて、それでアンケートに答えてくれた人が100人と。で、その間に、そしてその、パンフレットを発行したのは1980年。その前後から労働者の被爆の労災認定に関わってきたんです。ですから今までの私の調査が正しければ、原発、原子力関係の、労災申請は全国で19件、私の知る限りは。で、11件が福島県。それはやっぱり福島県が、まあ、全体の 40% を進めるわけです。福島原発だけで、まあ、ほとんどが第一原発なんですけど、そして私が関わったのが4件労災に行って勝ち取ってるんです。だからもうだから氷山の一角なんですよね、あの認定された人たちっていうのは。私が運動を継続できたのはやっぱり原発労働者にやっぱり接してきたからだと思うんですよね。要するにただ単にその、まあ、勉強だけじゃなくて、原発の問題点はもちろん勉強はしなきゃいけないけども、それと原発労働者との接触で原発の内部がいかにでたらめかと。そしてその東京電力っていうのはその原発を運転する資格がないと。それで私はあの火事場泥棒とか焼き太りとかって批判してきたんですよね。それはまあ要するに東京電力のデタラメさですよね。そういうもので例えばそういうのでだから勉強とそれから原発被爆労働がその一緒に追求してきましたから、怒りがすごくやっぱ根底にあった。要するに怒りが継続してきたっていうんですかね。だから原発ほど私強調しているのは今回の事故でもそうなんですけど、原発ほど不条理でそれから理不尽で世代間不公平があって差別的なものは他にないって思ってたんですよ。でそれは何かって言ったら放射能の存在なんですよね。そしてその放射能が原発が直面する困難の全てになんですよ。一番強烈にあの印象残ってるのはやっぱ1989年の第二原発の、再循環ポンプの破損事故ですよね。これは東京電力が要するに1週間アラームが鳴動しているにもかかわらず引っ張ってきたわけですよ。そして当時の補修課長が上野で自殺してるんですよ、東京自殺。要するに東京電力っていうのはその当時からもう一貫してなんですけども、さっき言ったように第一原発1号機が稼働した時から 40% の稼働率と。そしたらまあ結論から言うと実験炉をつかまされて満足に動かないという結果、焦りに焦って原発を止めたがらない体質が1989年の事故だったんですよ。1週間引っ張ったってこと。今までのトラブルもほとんどそうですよね。02年の日比谷隠しも結局は日比谷を隠してそして原発を動かし続けたいという願望、ね、に負けたわけでしょ。ですから東京電力っていうのはもう、そして1996年の電力の自由化、これ以降のその原発のその安上がり合理化政策っていうのはこれはひどかったですよ。もう労働者が悲鳴が上がると。そして定期検査の短縮でしょ。そして今度はあのあれでしょ、維持基準の導入ですよね。これ多少のひびがあっても運転できる。それから3つ目があれですよね、13ヶ月一度やってた定期検査の間隔を24ヶ月までノンストップ運転できる間隔にまで伸ばすと。で極めつけは60年まで運転できる法改正と。これは40年のその相性を使ってきたぼっこり原発の実験機をそういうねあってはな社会常識から外れることをやって今日の事故を迎えたということですよね。
ですからこれはね、やっぱなるべくしてなったっていうことだと思うんですよ。このことは今日もね、強調したいんですけども。で、それが規制当局である原子力安全保安院が誘導してるわけでしょ。これは責任は重いですよ、やっぱりね。国家的犯罪って言ってもいいですよね、本当に。そして今回3月11日を迎えたと。ふるさとには帰れないというのは実感しています。それでしかしですね、秋田に今いますけども、あそこに留まるわけにはないと。それで綱の入門が終わったら福島、特にいわきに来て被爆労働の基地になってるわけですよね。ですからそこ、この問題をやっぱり全国の人たちと一緒に戦っていかなきゃならないなと。250ミリシーベルトなんていうのは殺人的ですよね。国家による殺人ですよ、やっぱり。未必の行為ですよね。だからそれをやっぱり現場からやっぱり